ケイ・ヨシタイ君とタンポポ・シャルテさんです。いやだー、お邪魔します。来ちゃった、来ちゃった、来ちゃった。すごい、もう大きいから当てんかも。はい、できました。シシリアンライス大丈夫です、僕もかけます。完成です。もうすげえ食ってる。肉好きなんですよ。うまー。花輪チャンネル、どうも、花でございます。今日は我が家にお客様でございます。ケイ・ヨシタイ君とタンポポ・シャルテさんです。いやだー、来ちゃった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 。チェリコちゃん、チェリボーちゃん、チェリボーです。かわいい。やばい、超かわいい。ついに実現しました。ありがたいっすよ。こちらこそですよ。ずっと前からね、一緒にずっとお願いしました。コラボしたいねって話をしてました。シアトさん出産に入ってなかなかね。そうなんですよ、タイミングが合わなくて。5ヶ月なったばっかりなんです。本当ですか？ 10キロ近くの体重。そうなんですよ。でかい。あ、これいいですか？いや、もう出てない。ママ、じゃあママ、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 久しぶりだから。ママさん、10年目、そうなんだ。赤ちゃん、お願いします。あらららら、あ、上手、ほら、安定感、安定感ありますね。かわいいね、かわいい。安定感しかない。かわいい。ほら、嬉しいな。めちゃめちゃチェリーボー、ふわふわだね、やっぱ筋肉ないから。あ、そう、気持ちいい。すごいね、どっしり。どっしり。だからですよ、なんか。すごい。結構誰でもニヤニヤしてるみたいです。めっちゃカメラ目線じゃん。カメラ目線じゃん。カメラ目線じゃん。教育が人だ。向こうのカメラ見てんじゃん。カメラ目線じゃん。獣がしてる。生まれた時は何キロですか？生まれた時が3862。それはでかい。それは大きい。今私たち聞きたかったんですけど、花輪さんたちのお子さんでっかいから同じぐらいだったのか聞きたかったんですよ。この時やっぱこんくらいでした。全然。元気が3000グラムで、リュウちゃんが2900で、勝利が2800。嘘。そうでしょ。考えられないですけど。4000ぐらいで生まれたんだよ。いやいやいや。さん大変だってよ。いや、絶対大きくなるね。なりますか？絶対大きくなる。足見たらわかる。え？足でわかるの。いや、もう足でわかる。どこ、どこ見てる？大きさとか分厚さ。分厚さもこれ、でかくなります。絶対でかくなる。絶対大きくなる。あ、そうなんですね。大きくなります。はい。柔道家になるな、これ。柔道家に。じゃあもうスカウト。チェリボーは。じゃあちょっとスカウト、それ見てみたい。今から？これ、ママはちょっとスカウト。スカウトしなきゃいけない男が上に今今日いるんで。え、もしかして。え、嘘、帰ってきたんですよ、今日。いるの？ケリちゃんたち来たんで、ご挨拶をすいません。あー、そうなんですね。あー、ゆき。おー、ひげ剃ってない。これひげ剃ってない。ゲン君。ゲン君。あ、すいません。ゲン君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 、おめでとうございます。おめでとうございます。手が拝見しました。おめでとうございます。おめでとうございます。ほら、見てよ。大きいな。おぉ、よかった。大役ください。いやぁ、だい、ね、抱っこしてもらってください。10キロあるんです。10キロ。すごい。うわぁ、でも大きいから安定感もある。全然安定感もある。かわいいね。うわぁ、すごい。3000、3800、600。3600生まれたんだって。あ、そうだ。あの、チェリコちゃんにプレゼント。あ、チェリコちゃん今日来てくれたから。チェリコちゃん、気に入るかな。あら、ありがとう。あ、ゲー、ナイス。よく言ってくれた、よく言ってくれたよ。いやいや、来たからドキドキした。いやいや、来たチェリーマッチ。サンキューチェリーマッチ。まだ覚えてない。開けていいですか？はい、どうぞどうぞ。なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな。こんにちは。決まった。決まった。サンキューチェリーマッチ。やったー。
私たちからもお土産持ってきまして、そうですね、私実家福島で、福島のものと思いまして、ご家族で食べてください、レモン、チーズタルト、美味しいね、美味しいね。これ私が小学校ぐらいの時には一番高級だと思ってたお菓子です。高級だと思ってたお菓子。ありがとうございます。潰れちゃった伊藤洋華堂。そう、見てくれてるんですか？見てるから。ああ、ありがとうございます。伊藤洋華堂今置いてあります。あと、花さんが結構ハイボール飲んでらっしゃると。すいません。福島って日本酒が有名なんですけど、唯一このウイスキーがありまして、963ってあの郵便番号なんですけど、それのウイスキー。いただきましょう。じゃあ、ありがとうございます。飲んでください。入れときまーす。ありがとうございます。で、今日は、そうなんだ。それでもうちょっとずっとこう抱っこしてたいんですけど、チェリーボーンも生まれて、はい、多分、白鳥ちゃんがいろいろ大変じゃないですか、うん、その方とも話してて。だからなんか、チェリーでも簡単にできるお料理。うん、しかも佐賀県出身なんですよ。はいはい、そうですよね。県人会ね。我々佐賀県人会の佐賀県の佐賀市の仲間ということもありまして、うん、佐賀のソウルフード、シシリアンダイス。うわー、見たことない。地元飯。すっごい簡単なんですよ。あれ、もともとまかない飯なんで。あ、そうなんですね。すごい簡単なんで、それをちょっとチェリーに教えて、一緒に作りましょう、だから。やったー。それでママと、ママはちょっとね、このチェリー坊ちゃんを存分に抱っこして、いいんですか。チェリー坊ちゃんと遊んでいただいて。私、今日やること何にもないから。ゆっくり、たまにゆっくり休んでください。よかったっすよ。支援レース作ってみんなに食べて。よいしょ。よいしょ。行きましょうかね。花輪チャンネル。さあ、それではチェリーと作りましょう。おー、ありがとうございます。シシリアンライス。シシリアンライス。もう本当に簡単ですよ、もう。うん、すごい簡単。はい、これ簡単です。なんで、もうなるべく簡単にいけるようにしますんで。多分いろんな、作り方あるんですけど、もう一番簡単のがいいじゃないですか。そうですね。パパって作れるのがね。私、YouTube でお二人がこうキッチンに立ってるやつで奥さん作ってて、花輪さんが後ろでこうやって立ってるのがめっちゃ好きなんですよ。こう、ちゃんと後ろに控えてる感じがめっちゃ好きで、応援してるやつ、応援してる、いいなと思って。さっき油を入れて火つけないで、ちょっと変わってもらう。ちょっと早くないですか。まだ何も、何何何あ、変わった。ごめんなさい。これちょっと企画が急に変わりまして、ママがチェリーに教える。ああ、いいですか。レタス開けただけじゃないですか。レタス開けただけですよ。レタス洗わない、洗わないから。なんかします、僕。じゃあ、ニンニク切ってもらえますか。わかりました。僕はもうちょっとやります。頑張れ。でも絶対なんかうまそうな顔してらっしゃる。うまそうな顔してらっしゃる。そして、こんな感じですか、こんな感じで。あ、もうそんな感じで、うん、完璧です。ニンニクたっぷりなんです。うわー、嬉しい。この後仕事ありますか？大丈夫ないです。キスの予定もないです。やめなさいよ。あるかもしんないですよ。全然キスしてくれないですよ、うちは。何もないです。キスしたいです。いいよ。でもたまにやっぱやってるんでしょ、料理ね。たまに結構、はい、やってたよね。でも大味なんで、僕が作ると結構奥さんは味が濃い濃いかよ。そして今野菜を洗う感じ。野菜を洗いましょうね。すごい肉入ってきました。お肉入ります。ここで牛肉です。わー、牛肉。自分からもう一度いっとこうか。自分が合うから。知らないですよ、やっぱ牛肉なんて。うん、うわ、いや、豚肉でも本当はいいんだけどね。まあ、でも定義的には牛肉。うん、じゃあこれやろうか。じゃあ俺それやる。豚肉から花輪さんがやりますので。あ、いいの。見てらんないよ、お前。ちょっと待ってくださいよ、先輩。いいとこ取りね。ほら、いいでしょ、これ。ニンニクの香りが。香りがいい。美味しそうな匂いがする。ね、本当は、料理酒とか、ああいうのも入れてもいいですけど、もう簡単にいくんであれば、こいつをぶち込むってやつですよね。これも、おー、チェリーでもできる。そうそう、チェリーでもできる、これ。チェリーでもできる。チェリーもあるしね、もう。うん、大好き。なんかね。白鳥ちゃんは普段飲むんだっけ？他の子もともとはすごい飲むんだよ。あ、そうなんだ。飲みたいし、本当はね。めちゃくちゃ飲みたいです。飲みたいね、確かに。私飲んでもいいですか？いいですよ。私の分まで。ちょっと飲むとこ見たいんですよ、人が。授乳中だから今ね。そうなんですよ。もうちょっとかな。ちょっとだよね。また飲みましょうよ、その時は。ぜひお願いします。じゃあ、チェリコちゃん飲んでもいい？いつも乾杯しよっか。チェリーちゃん、乾杯。イエーイ。いいなぁ、どうぞ。
でもそろそろかな。いい飲みっぷり。美味しい。美味しい。美味しそう。ただもうこれをこういう感じでいきますんで。あ、もう美味しい。ほら、食べれる。これですよ。こんなもんですよ。切るの上手。いや、これすごい切りやすい、この包丁は。上手。切るの。ありがとうございます。パパいつもやってくれるんですか。いつもやらないですね。今カッコつけてるんだ。つけなんですね。褒められて、なんか。つけてるのか。ちょっと今ニヤニヤしてる。それはね、佐賀の人間はカッコつけるんですよ。九州の言葉はどうせ鼻もそうだもんね。これケーブル入れてちょっとこれでも一回止めます。一回止めて、はい、ここからもう一気にいっちゃいます、ね、確かにそうかも。一気にこれいくってこれは一気にいくっていうのは、これでも丼にご飯をもうちょっと炒めた方がいい。もうちょっと炒めましょう。マジでマジですか。いいですね、あの こういう感じがいいなと思って見てます。見て、これはさ、水分がこうやってやるとさ、これ垂れてこなくなるんですよ。わかります。はいはい、ほら、そうするとこの中に染み込んだっていう合図になるんで。あ、なるほど。もうちょい、ね、え、もうちょい、もういい。そこら辺は俺も分かってないんだけど。本当、味見した。じゃあ僕味見します、花さんちょっと信用ならないかもしれない。いやいやいや、ちょっと、ちょっと、全然やりかねない。いいんじゃないですか。ねえ、うん、これでいいと思うけど。よっしゃ。待ってください。でもご飯とあとサラダも乗るから。なるほど、ね。もうちょっとそう。もうちょっと。もうちょっとだけ。もうちょっとだな。なるほど。ちょっと薄味になる。もうちょっとだって。そうそうそう。今回で。ああ、多いっすね。先輩厳しいからもうそこはもう。よし、じゃあそうそう、これで OK なんで、はい、あ、じゃあもう火止めておいて。あ、玉ねぎ入れてないじゃん。玉ねぎは違う、生で入れるから大丈夫。生一回も入れたことないやつ。いつもこんな感じなんです。いつもこんな感じなんですか。一回も入れたことないもん。さっさ笑っちゃう。僕らは新鮮ですけど、いつもこんな感じでやってるんですね。いつもこう後ろに控えてる感じは見てたけど、ね、こんな感じですね。いや、面白い。それぐらい事件あったの、あの時の私多分再生回数相当稼いでる。もうこう、分かる、もう一回帰ってくるのか分かんねえんだったら食べるだろうと。その通りだっつって。奥様方はみんな思ったと思う。その通りだ。ご飯食べるよ。ご飯食べるからね。ちょっと見てて、頑張れ、頑張れ。もう一回、こっちを食べるんで、せーの。頑張れ、頑張れ、頑張れ。稼ぎも頑張れ。アルコール 46% だって。うわ、お花は好きそうじゃん。どうですか、ロックのやっぱいい。すごいウイスキー。そうだね、ウイスキーロックの前に。あ、おいしい。本当ですか、よかった。あっす強いだね。強いんだ。2、3種類やって、おいしい。これ買ってきたんですけど、スーってこれ抜けますね。本当ですか。これはおいしい。まだあんまり有名になってなくて、うん、県内だとあの郡山だけなんですけど、結構バーとかに置いてあるみたいで、そんなみんなどのくらい食べるのかわかんないけど、チェリコちゃんちょっとにしとこう。あ、ありがとうございます。じゃあもうちょっとにしとこう。うん、そのほんとちょっとです。あ、そんなことです、そんなことです。これ、いや、ほんと残す。いや、ほんとね、全然食べないんですよ。2歳でこんなもんですよ。2歳でこんくらいですよ。定食食べてました。定食お子様ランチ食べてないんですよ。で、小学生が500円っていう食べ放題ってお店があったんですよ。そこに行ってたら、うちの子供が食べ過ぎるんで、いつの間にかそれが排除になくなってた。小学生が食べれるようじゃない。あいつが来るから、確かに。すごいな。ダメになっちゃった。盛り付けですね。盛り付け、はい。うちは手づかみでいきます。じゃあ、僕もそれに。いいですか。はい、そこに、そう。はい、ママさんと一緒に。ありがとう。そう。ありがとう、上手。手伝ってるのが邪魔してるんじゃないですか。レタスがね、大事なんだよね、シェンライス。なるほど。
あ、はい、貝割り切るの忘れてた。あ、貝割り切ります。頑張れ、頑張れ。どう切ります？貝割りは、レモン切って半分ぐらい。そうですね。これ半分。はい。すみません。レモンのこんな可愛い子たちができてね。本当だね。ね、よかったです。あなたこれシシリアンライスと秀島ライスってあるじゃないですか。秀島、うん、ライスってなんか。秀島ライスはなんか違う違う、あれはカレーみたいなやつですよね。シシリアンライスはもう佐賀市が推奨するソウルフード。テリコちゃんはトマトとかやっぱ、ね、お野菜はあんまり入れないよ。ほらまだ2歳だからやっぱそんなの入れたからってしょうがない。で最後にちょっとシーザードレッシング。シーザードレッシングをかけた上にマヨネーズか。これさ。そう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 見たことありますか。よし、じゃあ花輪さん、はい、できました。シシリアンライス、マヨネーズ大丈夫ですか。大丈夫です、僕もかけます。完成です。花輪チャンネル完成しました。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。チリボーが、今寝ております。はい、爆睡しております。爆睡しております。心地よく、シシリアンライスです。ありがとうございます。これが美味しいので、チェリーが作ってくれるから、もう作るの、もうすぐ作ります。簡単ですね。ありがとうございます。これ簡単なんですよ。いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。さあ、行ってください、行ってください。よし、行ってください、行ってください。行けるかな。肉好きやんか。ちょっとずつよ。ちょっとどうですか、おいしい。焼肉のカレーの味だから間違いないね。間違いない。おいしい、おいしいですか。おいしい。やった、いただきます。じゃあ、鳥さん行ってください。これお作法とかあるんですか。こうした方がいい。いや、ないです。お好きに食べて、食べちゃってもいいし、好きなようにもう行ってください。じゃあ、お肉と野菜も一緒に食べたいな。いただきます。もうすげー食ってる。肉好きなんですよ。あ、肉好きなんだね。ゆっくりよ。ゆっくりで。うまうまいですね、これ。美味しい。マヨネーズ入った方がいいの分かります。そうなんです。あ、うまーい。食べよう。じゃあ、チェリーも行きましょう。いただきます。いただきます。どうぞ。いただきます。あ、確かに。佐賀の味がしますよ、これ。匂いが。うん。マヨネーズもっと入れたい、僕。マヨネーズ合うわ。トップマヨネーズ合うわ。うわぁ、すごいね。元気ですね、チェリー。うわぁ、うまい。うまちら、うまちら、うまちらこれでも、山下さんでも作れるね、作れる、作れる。簡単に。嬉しい、チェリー子ちゃんが食べてくれてる。あんまりそんなに食べないんですよ。全然食べないし、今日お昼もね、お菓子一応持ってった方がいいかと思ってたけど、こんな食ったこんなバクバク食べるのは、ね、嬉しい。美味しいんだね。やっぱ美味しいご飯を食べてるんだね。野菜と一緒に食べるのがいい。そうそう、野菜と食べて美味しいんだよね。美味しい。あれ、お二人はさ、どこで最初あれでしたっけ。最初ラママのネタ見せです。うわー、すごい嬉しいね。そんな話なんだ。そうなの、ラママって。ラママってね、お笑いの新人コント大会って言って、うん、まあ、登竜門的なライブがあるんですよ。そこの場所がすごい狭くて、うん、男芸人さんみんな隣の駐車場で着替えてたんですよ。玉着替えて、うんうん、だってそれ見てて、うん、あれ、あの人めっちゃ体タイプと思ったのが、体がタイプ体タイプだ。体が動くでっかい人が好きで、うん、そこで住んだんじゃないですよ、うん、そこからもう4年か5年ぐらい、うん、そうなんだ。で、そう、はい、それで仕事が柴さんとロケで一緒で、うん、そこからチェリー君いいんですなんていう話して、そうなんです、柴さんに紹介してもらって、そうなんです、柴田さんがすぐ電話つないでくれて、すごい、じゃあ今度ご飯行きましょうみたいになって、ちょっと私でもその時初めて知ったんですけど、あのチェリーボーイだったんですよ。本当にチェリーだったので、知らなかったんです、私も。あいつチェリーだけどいいのって言われて、そうなんですかって。芸名はすぐチェリー、まあ、チェリーです。このチェリーだったらしくて、本当にそのチェリーだった。本当チェリーですよ。今のチェリーですけど、今のチェリー、のんチェリーをしたけど、あれじゃないのんチェリーって。で、私も誰とも付き合ったことなくて、うん、そうっすね。なんか、なんか、うん、どっちから何を始めていいか分かんなくて、うん、連絡だけ交換したものを、うん、ずっと何もしない何ヶ月間があって、あとお金もないんで、公園でずっとぐるぐるするっていうデートを
してて公園出た、うん、でも全部私から付き合いましょう。そうですね、シェリーさんってね、チェリーが奥手だから、何もしないさ、何もしないさ、公園何周すんだっつって今日言わないんだ、キスも言えなかったっす、キスも言わない、あれ何ヶ月経ってんだらキスしないんで、もう私から言おうっつって、うん、キスしませんかっつって、チェリーさんの教材がその教材でキスで勉強してる、私は少女漫画でキスを勉強してるから、初めてチュッとした時にデロン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 、せめて高校生ぐらいの時に経験しとかないとこうなるよっていうのを世間の人に言いたいです。実は大人になってからの恋愛は苦労するよっていうのは、ね、いろんな教材ありますからね。そらこの辺はあれですか、チェリーの方のチャンネルでいろんな話もまたねしましょうね。いろいろね、じゃあ聞きたいですね、ちょっと聞きたいこともあって楽しすぎたね。いやいやいや全然、はい、でこの後シアドイちゃんとチェリーちゃんのチャンネルの方でもコラボさせていただきますんで、いや嬉しい、よろしくお願いします。今日本当ありがとうございます。またなんか第2弾第3弾とぜひぜひまたぜひともよろしくお願いします。いやもうね、チェリコちゃんとチェリボーちゃんの成長を勝手に我々も、うん、親戚か、親戚みたいな、親戚の親戚だよ、ちょっと泣けてきちゃった。いやいや本当に、あそんな感じで、おい、嬉しいっすわ、めちゃくちゃ可愛いんで、もうね、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます、お願いします。ご飯までありがとうございます。また食べますよ、とりあえず、はい、そうですね、もうちょっと食べよう、もうちょっと、はい、じゃあとりあえず締めちゃうかな。はい、どうもさした、ありがとうございました、ありがとうございました。SNS のフォローもしてね、グッズもいろいろ作